俺のこんばんは、AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、コアコード運動の方が、新しく、まあ、画像の方を出されました。新しいシーズン19ですね、8月12日から始まる、バトルパスだったりとか、シーズンの画像っていうのを出されて、まあ、その中に10が映っているんですよ。まあ、今回はそれが何なのかっていうのを、見ていこうかな、というふうに思います。じゃあ、やっていく。はい、というわけでやっていきますけれども、まあ、こちらの画像が、まあ、今回ですね、コアコード運営の方が出されていた画像という風になってますね。まあ、右のキャラクターの方が水着の方をつけられてますよね。水着スキンは絶対出ないっていう風に思っていたんですけれど、出ましたね。まあ、絶対っていうか、まあ、露出度の低い、高いものってのは出ないって思ってたんですけれど、出るみたいな。一応ま、上裸になってないような、シャツ着てるんで、上裸にならないような形での実装になるんでしょうね。中国の方で、まあ、当局からですね、まあ、スマートフォンゲームで、ま、水着とかそういうちょっと少し露出の高いですね、まあ、服装っていうのを、ゲーム内に実装するのがダメですよっていうですね、指導というのが去年一昨年ぐらいに入ったんですよね。まあそれがありまして、まあこんな形でですね、少し隠した形での、まあ、水着の実装という風に、まあ今回なるようですね。水着は個人的に来ないという風に思っていたんですけれど、そういう流れがあったんで出しづらいですから思っていたんですけれど、まあ水着をちゃんと出すみたいですね。それはまず良かったかなっていう風に思いません、ね。プラス上の方にまあ銃の方が映っているっていうですね。まあこちらの銃の方になります。まあこの感じ見るとまあ M4 かなっていう M4 が一番近い見た目になるのかなっていう風に思いますね。まあ、結構 AK じゃないかとか16じゃないかっていう風に言われていた方もいらっしゃいましたので、まあ、そちらの方と比べてみようかなという風に思いますね。じゃあまず AK の方からまあ比べていこうかなという風に思います。まあ、AK はですね、わかると思うんですけれど、まあ、違いますよね。銃口の先の方とかの形状がまあ全然違いますので、まあ、この辺ですね。ウィリアーマー AK ではないっていうのはまずわかりますね。まあ、一応その過去ですね、ありました M4 のスキンが元々のその見た目と全然違うものってのが実装されていることもありましたんで、まあ、見た目ってのが完全なソースにはならないってのはあるんですけれど、一応まあ見た限りは違うのかなっていうふうに思います。次16ですね。16は結構ね言われていた方そこそこいらっしゃったって感じだったんですけれども、まあ、16の場合は結構まあ似偏っている部分があったりするんですよね。このくぼみわかりますかね。この銃口の近くの手で持つ部分があるんですけれど、このくぼみっていうのが完全にここ同じというふうになってますね。でマガジンをつける部分も一回こうやって軽くガードがあってからマガジンっていうふうに今回の映っている銃スキンの場合はなっているんですけれど。まあ、こちらの方に関しても、こうやってですね、ガードがあってからのマガジンがついているという形になっていますね。で、プラス、まあ、このあたりの形状、くぼみがあってからの上にですね、ちょっと出ているみたいな。ここも同じっすよね。くぼみがあってからの出ているみたいな感じの形状になってます。まあ、結構ね、この後 M4 も出すんですけれど、現状はね、M4 とも16とも言えるみたいな、そんな感じの、まあ、見た目になってますね。まあ、これで全然違う銃器好きやったら俺めちゃくちゃ怒られますけどね。あと一応そのサイトをつける部分も、こうやって少し盛り上がってる感じっていうのが絵の方に映っているスキンにはありますね。まあ、これがサイトつける部分なのか、それともまた違う部分なのかによってすごいまあ解釈っていうのは変わってくるのかなといった形ですね。で最後が M4 ですね。はい。まあ、M4 も同じようにですね。まあ、この持つところがくぼんで中の方が出ているっていう感じの見た目になっていますね。マガジンのガードがあってからのマガジンがついているっていうのも M4 同じですね。あとこのくぼみの部分も同じという風になってます。まあ、一応そのあとはサイトつける部分がまあどういう風になっているのかっていうですね。まあ、ここの部分が実際はその全然違うものですよっていう、まあ、可能性もありますんで、アングルが違いますからね。そういう可能性もあるんであれなんですが、まあ16か M4 かになるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。まあマガジンの形状がね、若干 M4 なんですよね。まあ今回の新しく出されておりましたスキンというのが、どっちかっていうとですね、マガジン、こんな少し流線というよりは、まあちょっと角があるみたいな曲がり方をしている具合になっておりますよね。そういうまあ曲がりで言うと、まあ M16 の流線型よりは、まあ M4 の少し角があるようなマガジンの曲がり方みたいな M4 の方がマガジンに関しては若干近いのかなっていう風に思う気持ちもあるんですけれど、まあでもこれ角度違いますからね、下から覗いているっていう感じの絵になっているんで、まあ実際はその解釈で合ってるかどうかはわかんないです。まあともかく16が M4 かで絞れるということを覚えておくといいと思いますね。てっきりその新しい銃が僕来ると思っていたんですけれど、まあ、全然違ったっすね。まるで違えから、また俺コメント欄で言われるよ。まあ言う権利が皆さんにはありますから、まあいいんですけれど、そんな感じです。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。銀河さんがミドルマントの時みたいにデザインとか他の社員との状況を把握せずにペラペラ喋ったんじゃねえと違うっすね。やらかしたのは僕でもなく、銀河さんでもなく、他のネットイースの社員さんでもなく、またどこかのコラボレーション企業からの言及があったわけでもなく、それ以外の人物できちんと確認だったりとか、そういう部分をしっかり取るべき人間がただそれをしていなかったっていうですね。ただそれだけです。たまげたっすね。もっと若い子がやらかすんだったら、まあ、全然納得できるんですけれど、よりにもよってそこみたいな
な。なんでそこでやってないのみたいな。それ知らんかったんだってのが、俺びっくりしたっす。もっとなんか、社会常識のある人やと思っていたんですけれど、どうやら僕はその買いかぶっていたみたいですね。うん、本当に残念だなと思いました。うん、だからダメなんだっていう。たまげたもんな。呆れてますよ。怒るとかはないです。ただただ呆れてる。まあ、今後も僕の言いたいことは、僕自身の動画だったり、ライブで言いますね。仮にね、これでうまく行動できて、うまくごまかせたとしても、これを成功体験にしてはいけないですよ。反省するのが一番です。で、次ですね。ほうれん草やニアミス、または嫉妬、そうやって経験し成長するんだけど面倒いねと。まあね、僕の知り合いとかやったら全然いいんですけれど、なんで俺が知らん奴のケツ俯瞰でけんねやっていうね、もうマジでめんどくさいからね。うん。まあ、僕はね、仕事が別であるんでいいんですけれど、まあ、それで食えなくなる人もいますからね。うん、そこら辺を知っとかないと、あまりにもその無責任すぎますよ。そんな感覚で今までやっとったのっていう。それがまあ率直な感じですね。ね、まあほんと、あまりにもダサすぎるっていう。うん、ただただ。で、次ですね。この二つはどっちも違います。うん、違う。全然違うっすね。僕はね、結構な確認を入れて、結構な手術を入れてますね。それはいろんな人のですね、許可をもらって、またいろんな人の監修をもらって、相当細やかなことを、相当細やかな表現っていうのをしてました。あれは、うぬぼるかもしれませんけれど、僕にしかできない表現ですね。あの動画見ているだけやったら、絶対にわからないと思いますね。相当難しいことを僕はやってたんですけれど、まあ、俺もできると思っちゃったんでしょうね。無理無理無理。俺しかできんわね。で、次ですね、ほうれん草か、キッズには難しいだろうと、漫画あるからやってもいい。そういうわけじゃないんですよね。うん、表現する以上は、絶対ですね、クリアしなければならない部分があるんですよ。前提ってのがあって、絶対確認ってのは必要なんですよね。まあその不満があるから確認しなくてもいいだろうってのは、まあ言語道断で、確認っていうのは選択肢じゃなくて、前提なんで、まあ不満があるからってのは言い訳でしかないですよね、表現する場合は。まあ最初に出た言葉が謝罪ではなく不満だったりとか愚痴だったっていうですね、一番最初の行動が人間を表しますね。で、次ですね、マイポイントって煽りに対する効果がないのが困ると。そうっすよね、まあ煽りに対しての対処って、まあ限界がありますよね。 YouTube の AI ですら、まあできていない部分ではありますので、なかなか難しいのかなっていうふうに思いますね。どこからどこまでを煽りとするのかっていうですね、これが本当に難しいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。これできたらすごいですけれど、できてしまうと今度は管理社会になってしまうっていうですね、どう転んでも 100% うまくいくってことは絶対にない、そんな感じになっちゃいそうっすよね。で、次ですね、クソどうでもいい親密見れるバグ。見たい人のプロフィールの社交からフォロー行って、自分がフォローしている人のプロフィールの社交から親密を見る。そしたら左上の戻るボタンを押すと親密が見れると。まあ、親密とか、あと隠してるコメントとか、なんか連打したら見れるみたいな、そんな感じのことも、まあ言ってた方がツイッターでいましたね。誰だったかな、ちょっと覚えてないですけど、 TL でたまたま見ただけなんで、ちょっと名前までは覚えてないんですけれど、結構まあ今のプロフィールだったりとか、そういうところって不備がありますよね。思えばそのブロック機能とかもガバッガバすもんね。普通にそのブロックしている相手がこっちに対してアプローチするとかも簡単ですし、このゲームやったらですね、そもそもマッチングが一緒にならないみたいな感じでされていたりするんですけれど、そういう機能もないっていうですね。ブロック意味あるみたいな。しかもブロックできる人数の制限があるでしょ。意味わからんからね、あれね。うん。どうなってんだっていうふうに思いますね。倉本頑張ってほしいですよね。僕も倉本好きで、ベイスターズ初年度、まともなショートがいない状態で倉本がやってきて、最低限守ってくれて、しかも塁に出てくれるっていうですね、素晴らしい選手でしたよね。まあ、3年目以降ですね、まあ、ちょっと腰が悪くて、すごい守備の方が劣化してしまって守れないみたいな感じでですね、馬鹿にされていた時期もありましたけれど、僕は応援してます。頑張ってほしいですね。普通にだって2割8分打ってくれるね、出塁率も3割3分ぐらいある素晴らしいショートで、チャンスにも強いね、ちゃんと復活して最低限守れるようにまたなってくれればいいショートですよ。うん、頑張れ倉本、日本一。